はい、お疲れ様です。今日の晩酌の動画になります。今日の晩酌はですね、はい、チーズにちょっと蜂蜜をこうかけた、ちょっと飛んじゃって見えないかな。蜂蜜をかけたものと、カナディアンクラブ20年でございます。もうカナディアンクラブ20年の私大好きでして、もうこんなにしかないです。めっちゃ飲みました。これほとんど全部私ですね。ちょっとこれチーズのやつ見えるかな？オートフォーカスで合うかな？あ、こんだけ近くしないとダメなのか。で、これちょっとチーズかけに蜂蜜かけて。これ結構デザートみたいで美味しいんですよ。で、結構味がもうね、強いので、それに負けない、こう、長熟ものということで。いや、じゃあ、で、ストレートでいきます。はい。これはね、リピートしたいですね。どうしようか。ちょっとお高いんですけど、私ね、カナディアンクラブは今正直言ってこの20年がベストですね、私は。ストレートで飲むんでしたらね、ストレートトライスアップで飲むんでしたら、これが今のところベストですね。じゃあお疲れ様でした。乾杯。はい。うん。ああ、美味しい。やっぱ美味しいですね。じゃあこのチーズ。このおつまみとの組み合わせを食べたことがないけど。いただきます。うん。あ、美味しい。うん、合う。結構、アベラワーブーナとか、ああいうこってりした甘さの方が、こういうのにも合うかなと思ったんだけど、それなんかちょっと両方強すぎてぶつかりそうだったんで、今回は、カナディアンクラブ20年してみましたけどね。うん。なんかこう、おつまみっていうよりもなんかデザートに近い、こう、ティータイムに近いような感じしますね。うん。で、このカナディアンクラブ20年はいつも言ってるんですけど、本当にこうアルコールのビリビリ感は全くなくて、こう、すごいいい香り。で、ブレンデッドなんですけど、ブレッドモルトなんで、ほんと長熟ものなんで、ストレートでも全然美味しい。20年で1万いくらだっけなぁ。やっぱこう、普段から飲むような感じではないですよね、やっぱりね。普通のカナディアンクラブだったらね、安くて、コンビニでも売ってるんですけど。カナディアンクラブ。20年。ああ、1万5,000円ぐらい。安いところ1万3,000、4,000円ぐらい。まあ、1万4,000、5,000円ですもんね。うん。でもこれは私それ出す価値ありですね。私の中では。本当に癖がなくて、美味しい。うん。普通のこう安いやつは、普通のカナディアンクラブのは、1,300円ぐらいで売ってるんで、それもハイボールにするとめちゃくちゃ美味しいですね。あと、ブラックラベルとか12年とかもあるんですけど、それでも十分美味しいですね。ブラックレーベルかな忘れちゃった。でもやっぱりちょっとね、この20年は頭2つぐらい抜けてるかな。12年でも1,600円ぐらいですからね。この20年ってなると、ダーンと上がっちゃう感じですよね。これはね、また買いますよ。なんか初心者の人に一番、なんでしょう。値段が関係なかったらこれなんですよ。圧倒的も。むちゃくちゃ飲みやすいですし。もうね、これが、でもね、初心者の方ってやっぱり、いきなり5,000円とかではやっぱりきついですもんね。じゃあ、バーで、カナディアンクラブ20年置いてるところってちょっと難しいと思うんですけど、あったら、ぜひ飲んでみてください。めちゃくちゃ飲みやすいですから。うん、ほんと美味しい。あとこう、いろいろこうウイスキー飲んでて気づいたのが、この長熟物のちょっといいウイスキー飲んで、悪酔いしないんで、悪酔いっていうかね、安いやつ、1000円台の飲むと、結構ね、次の日頭ちょっと軽く痛かったり、なんかちょっと、ちょっとね、悪酔いってまでにはいかないですけど、ちょっと変な感じするな、みたいなのがあるんですけど、こう、いいお酒を飲むと、全くそういう感じもないので、やっぱり、これですよ、これ。これなんですよ、やっぱり。もちろんね、安くて美味しいお酒があれば、それが一番ベストなんでしょうけど、なかなか、やっぱり、値段相応のね、やつありますから、その中でもコスパがいいやつとかね、あればいいんですけど、でもね、これね、ほんとこれ、ある意味、その癖のないウイスキーの長熟ものとしては、多分、とある方向では、私の脳の中で、まあ短いですけどね、中ではこれ多分トップ、ピークですね。ほんと美味しい。うん。ちょっと加水しましょうか。もうほとんどないですけどね。うん。美味しいね。ほんと美味しい。あ、いかない。5分過ぎちゃった。結構ね、だらだら喋ってしまうので。なるべく5分以内にまとめようと思ったらもう過ぎちゃいましたね。はい、今日の晩食ね。はい、クリームチーズの蜂蜜がけと、カナディアンクラブ20年を飲んでみたの動画でした。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい、あとツイッターもやってますのでね、ぜひフォローしてください。はい、今回は以上です。バイバイ。